2月25日、町田市立国際版画美術館で体験講座ガラスフュージングで小皿を作ろうが開かれました。この講座はさまざまな色、形、文様のイタリアガラスを組み合わせオリジナルの小皿を制作するというものです。9名が参加したこの講座には町田市の副市長も視察に訪れました。こちらの方がイタリアガラスになります。モレッティさんのイタリアガラスでとても色が綺麗ですよね。講師を務めたのはガラス造形の出前講座などを行っている横溝和恵さんです。置いていただいて、今日は講座ではおよそ700度の熱でガラスを溶かし合わせるガラスフュージングに挑戦しました。参加者は用意された色とりどりのイタリアガラスの中から気に入ったものを選び、8センチ角程度のガラス板に接着させデザインを完成させていきます。残りの電気炉で溶かし合わせる作業は講師の横溝さんが行います。自分なりの構図ってあるじゃないですか。それを考えるのがちょっと楽しいですね。もう全然無心で作っていただくのが一番いいんではないかと私は思っております。この後2度電気炉で焼いてこのお皿の形が出来上がるということになります。3月15日以降に皆さんのところに届くような形で作品をお送りしたいと思います。